そうなねえ、やだやだねえ、いいじゃん別にね、安くても別に何でも。そうでしょ、高ければいいってもんじゃないわよ本当。あなたでしょ、いいじゃん似合ってる、嫉妬してねえ、嫉妬してでしょ。そう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 、うん、え何、じゃあ何、あんたたちさ、アベールとか何、島村とかなんかそういう GU とか着込んでる安い服着てる女たちを見てさ、うわ安っぽい服とかっていう風にさ見下してるんでしょ。うわーやだ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 ねえ、そうやって見下してんのか、いやーねほんと、そんなのって、まあなんていうのかな、まあ心がなんかもう腐ってますね本当、心が腐ってますよ、やめましょう。そういう風に相手のさ着てる服とかなんかそういう風なさ値段とか変えたりとかするのやめましょうよ本当ね。ブランドでしか価値が測れない人間なんですか。私はブランドなんかで自分を飾ったりしない。なぜって、私は私だからね、ほんと一番の主役は私。他の服はまあサブよ、そうそうそう、私自身がブランドなのよ。そうそうそう、分かったでしょ、皆さん分かった、それかっこいいでしょねえ。今日化粧薄い、そうでもまあ変じゃないでしょ、全くね、化粧薄くてもね、全く誰も人いないのよ今日、どっかお店の中にこれ入るってことね、やっぱり誰もいないだわさよ、ほんと皆さん誰もいないのよ、誰も、ああもう誰かいないのかしらね、スカートなんか潜り込んでほしいわ、ほんとお兄さん、はいはい、聞いてもいいね、あらこれ、お前何してんだよ、お前どっちだよ、お前、ん何今の、どっち行くの、何あれ、やっぱりね今日人いないでしょ、どこもねえ、びっくりした、今お前どっちって言うからさ、私と思っちゃったわよ、ほんとねえ、そうそう私かと思っちゃったのよ、ほんとびっくりした今、私はどっち行くの、バーンって今言ったね、これまっすぐ行けばいいと思うねえ、まっすぐ行けばいいと思う、左、まっすぐ左、ナンバーはこっち、ナンバー2こっち、どう、皆さん埋めたの、こっち1番2番、友達怒って帰ったわよ、お兄さん、あら売ったやろうね、喧嘩なの、喧嘩したのね、楽しくないわね本当ねえ、楽しくないわね本当、だいぶ酔ってるって、
しく飲んだらいいのにって。お互い思いやりがないからそういう風になっちゃうの。そう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 。遅から早からああいう風になってくる。いずれ。ね。そう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 。そう。ね。あんなならないもん。ね。そう。普通は。今日のこと覚えてないのあれ？そうね、あでもなんか向こうなんか座ってるよずっとね。なんか結局なんかあれかしらね。ね、行かないのね結局ね。待ってるんだ結局ね。めんどくさいわねなんかね本当。そう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 ね、めんどくさい関係ね本当。そうよ、いや本当そうね。本当何がしたいのか分かんないわね本当。そう仲がいいのか悪いのかよく分かんないわね本当。この右入っていこうかな。じゃあなんか明るいねこっちね。いや帰って風呂入ってみる。これ気持ちいい。こっち行きますよ。やだ今日誰もいないわ。金の男性がいないのよ皆さん。金の男性がいないのよ今日。いやね、なグループ出るわグループで。そうなのよ。でもなんか変じゃないけどね。どうよ、いいでしょこちら。かわいいでしょ皆さん今日は。ねえ、やだ今日もなんかしおらしく時間過ぎてくのかしら。それはちょっと寂しいわね本当。誰かねえ本当。授業参観のお母さん、授業参観のお母さんこんな服着るか。本当着る？もっとフォーマルだろう。こうねえ、でしょ？もっとフォーマルな服着るよねお母さんね。ねえ、遊びじゃねえんだから本当。もっとカチッとしたスーツでしょ。お兄さん、ちょっと聞いてもいい？はい、あのどっかあのいいお店知らない？いいお店、うん、この時間だったらもうやってないですよ。おすすめのお店知らない？どっか、まあ、トントンとか、トントン、豚ね、そう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 、豚の。どこにあるの豚の店は？はこっち、豚豚って店。そう、豚かなの。私を見て豚豚って言ったの？え、そんなわけない。やった。ネオン系の店なの、ネオン系の店なの。そこはいいお店なの？まあまあ24時間やってるんで。そこにあったら入りやすい。そこにあってさっき言ってたの？いや、自分別のとこ行ってました。なんで行かなかったの？そこなんか、一人じゃ入りづらい。あ、そんな何？じゃあ私無理じゃないの？いやいや、全然行けますけど。一人じゃないの？いやいや、多分全然入れます。へえ、一人なのに全然行けます。行けるの？行けます、行けます。え、どこに行くの店に行くの？え、どっち行くの？お店はこっちです。あので、あなたどっち行くの？自分今友達と待ち合わせしに行きます。 あっち行くのね、はい、どこに行くの？あっち行って中町通り行くの？あ、そう、中町通りの。あら、飲みに行くの？そうですね、これからまだ飲みに行くの、はい、まあ、行きます。おっぱい飲みに行くのね。まあまあそうです、おっぱい飲むの？おっぱい飲みに行きます。本当に言ってる？おっぱい飲みに行けるの？本当、おっぱい飲むんですか？おっぱい飲めるの？本当、おっぱいパブねえ。友達と会うの？本当本当？嘘ばっかりついてね、嘘ばっかりよ本当。はあ、もうご飯飯食おうかな。飯
ね、飯だ飯、飯飯、飯よ。ね、焼き鳥食おうかな。鶏、もも。許せるもんですか、うん、だなったそうでしょう、ね、もう誰でもいいわもう、ね、もう誰でもいいかも、あ、おりさん、ヘイボーイ、学生、学生なのあなた、うん、襲われるわよあなた、本当おちんぽも何もかも、そう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 、ちょどうなるのよこれ、いった結末が、ケツだけに本当あなた、そう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 、無視されたわよ、そのトントンがいい、トントンが、あ背中かゆいわ、あ背中かゆい、待って、かゆい、背中がかゆい、かきたい、あ、かゆい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 、なんかたまにこう来ない、ぐっと、あ、あ、あ、か、かいた、かいた、かいた、よし、すっきりした、よし、ねえナイスをして、皆さんとあのお金もくださいね、お金じゃない、あのアイテムね、延長アイテムをいただけると嬉しいんだけど、すごい賑やかだね、どうもどうも、こっち、どうも、旅行ですか、旅行です、旅行だ、あら、いいですね、旅行でね、ようこそね、旅行でここを案内してきたの、上野に来たんだ、なんか笑ってるあの4人ね、ほんとね楽しそうね、ほんと、そう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 、だやっぱグループね、グループ、あら女の子3人いるわよ、ね、どっち行く、右か右か左か、どっち行こう、こっち、こっちか、どっち、右、こっち、こっち、これイケメンだね、こっち、左、じゃあ行きますか、ね、どっか行っちゃったね、イケメンで、ハロー、ハロー、元気、元気ないわね、元気ないわね、本当みんなね、ピンは元気ないね、ピンは、グループは元気なの、ハロー、ハロー、元気？元気。酔っ払ってんの？捕まえた？捕まえたの？ほらね、グループは元気でしょ？ねえ、グループは反応がいいのよ。そう。ピンはね、ちょっと難しいわね。やっぱりね。はい。はい。何してるの？散歩。どっかいいお店知ってる？ああ、わかんないな。知らない？どこも？どこもないの？本当、なんでじゃあ今日ここにいたの、友達の女が終電通り過ごしてあなたが、はい、家ここら辺じゃないの、い
こら辺じゃない。どこら辺なの？お家は立川。立川は遠そうで、全員分おごったらタクシーのお金もなくなっちゃう。おごってあげたの？優しいわね、あなた。え、15万もおごっちゃった。15万円も出してあげたの？で、友達誰もいないの？喧嘩、めっちゃぶち切れて喧嘩してる。なんで喧嘩したの？これからどうすんの？お散歩するわけ？スイカにはお金入ってるから、スイカにはお金入ってるから始発まで待つ。あ、そう、マジで？あら、だあっち行くの？散歩行きます。おごってあげましょうか？え、いいんですか？お酒ね、いいですか？いいわよ、いいわよ、一杯だけおごってあげるわ。あ、本当ですか？もちろん、いいわよ。じゃあどこに、あ、そこに、じゃあそこにしましょう。どこにしますか？そこにしましょう。じゃあ15万円も払ったの？15万だ、ヨーヨーヤッホー。かわいそうにね、かわいそうだから、あの、おごってあげる。あ、2人いいですか？はい、ここ座ってもいい？外、はい、どうぞ。外ね、じゃあいいわよ。やった、2名ね。インスタ？ TikTok？ 何？ TikTok ライブ？あ、これ違うわ、これフワッチ。フワッチだな。フワッチ知ってる？わかんない。あ、知らないの、フワッチって。うん、あ、そう。何、あの、顔出しはしても大丈夫なの？あ、いくらでも。あ、そう、よかった。これ顔映ってないよね。映ってない。うん、ね、はい、ちょっとね、お兄さんこっち来てくれる？こっち？いい？ごめんね、お兄さん。どこでも。すげえ、お兄さんあげるから。始発まで暇で、よかったよかった。あ、そう、よかったわね。でも始発4時でも来るじゃない。4時50分。あ、そう。そう。あ、可愛らしいじゃないの。あ、ありがとうございます。ねえ、可愛いじゃないの。ありがとうございます。何飲むの？何飲みますよね。私ね、あの、車の運転なのよ。あ、そうなの？じゃあ飲みなさいよ。え、何飲むの？何飲むの？レモンサワーで。レモンサワー。あ、お兄さん。お兄さん。お兄さん、レモンサワー、レモンサワーと、レモンサワーとし、ウーロン茶ください。レモンサワー、ウーロン茶。ウーロン茶よ。はい、いくつなの？今年27っすね。27っすか。はい。若いわね。あ、中央線？帰り。帰り中央線っす。なんか人身事故あったらしいわよ。マジ？なんか最近。最近？なんかえ？なんか収録ぐらいあったでしょ。今週だけでも6回ぐらいあったって人身事故。あ、なんか多いっすよね。ねえ、危ないわ。な、落ちた、大丈夫？あ、タコライです。ありがとうございます。15万円を使ってあげたの？そう。なんで？聞いてくださいよ。その、俺地元新潟なんですよ。うん、で、まあちょっといろいろあって、つい最近こっち来て、うん、でこっちにいる友達と飲んでたんですよ。うん、酒飲んでて、うん、で、うん、いろいろ自分経営、新潟で、あ、地元新潟なんですけど、店してて、一緒にやってた友達が、うつ病になっちゃって、うん、で、まあ、接客業の方の経営をしてたんですよ、うん、で、その接客をしない方の経営を俺、責任に感じて、うん、まあ、運送業を始めようと思って、うん、その勉強しに東京来たんですよ。あ、そう。東京来て、その時に俺が貧乏してた時は、友達が遊びに来てくれて、うん、2人遊びに来てくれたんですよ。分かる、皆さん、うん、2人それで2人遊びに来てくれて、うん、その2人がめっちゃ俺そいつら2人には予算を聞いたんですよ、うん、今回の東京滞在費はいくらって言ったら、うん、まあ5万5万って言ってて、うん、5万5万って言ったんで、うん、まあ、じゃあ自分の分を含めて15万だと、うん、と思って15万円持ってきて、うん、15万円持ってきて現金で。あら、偉いわね。ちゃんと現金で、うん、15万円持ってきて、うんうん、で大して仲良くもない友達がもう一人いたんですけど、うん、その人に、まあ、そいつだと4人で飲んだんですよ、うん、仲良い友達2人、うん、仲良くない友達2人、うん、で飲んだんですけど、うん、あなた入れて5人ね。うん、俺入れて4人ですね。4人ね、はい、うんうん、で、この会に一人で歩いてたら、うん、居酒屋で行って、うん、遠くなくなったら誰か新潟から友達来てくれたから、その子たちに持ち帰らせてあげようと、うん、めっちゃその気になって頑張ってたら、うん、仲良くない友達がめっちゃいい気になって、うん、それにお金とか煽ってきて、
うん、俺はお前に使うつもりはないけど、この2人には使うつもりだったから次だ。うんうんうん、なるほどね。だんだんとプライドが高いから喧嘩しちゃった。お兄さんあれもらってもいい？何もらおうかな。卵焼きあります？たこ焼きですか？卵焼きね。ありますよ。ある？あります。じゃあお願いします。なんか食べる？え、もうお姉さんの卵焼きで。そうです。なんかあります？他に。あ、だし巻き美味しそうね。こちら、あ、そうね、ください。あ、もう適当に何でも。じゃこれもらえます？はい、だし巻きだ。あとかなんかいる？大丈夫？あ、もう全然、僕はもう相手してもらえば、それだけで何もいらないの。あの、イカのまでください。はい、はい、お願いします。あ、キュウリもください。はい、すいません。はい、あ、そう。じゃあ乾杯しましょう。ありがとうございます。ここでいただいていいですか？いいわよ。あ、乾杯どうも。あ、そう。あ、KP ありがとう。15万です、皆さんね。うん、喧嘩して、ね、15万使ったのね。喧嘩して、その嫌な気も、あの、出してあげて。嫌な気も出しちゃって。あ、そう。で、LINE でいろいろベザーって言って。誰に言ったの？嫌なやつ。何言ったの？なんか、俺は別に、ここに経営の勉強しに来てるだけで、お前に金出しに来てるつもりはないって。いや、向こう何て言ったの？向こうも何か言ってたの？いや、謝ってきた内容はこっちですけど。あ、向こう何、あの、謝罪があったの？謝罪あった。あら、そう。謝罪あったんですけど、まあ、俺は今まで自分の好きな通りに生きてきてるから、お前と一生かかることないって。あ、言ったのね。言いました。あら、東京いつまでいるの？うん、まあ、そうですね。自分今年27なんで、まあ、30までに。あ、今こっち住んでるんだもんね。そうですね。あ、そう。まあ、28、9までに、まあ、そうですね。28、9までに、新潟帰って、ちゃんと。あ、その営業の経営の勉強してから、経営して社長会社、うん、社長立ち上げて、会社を立ち上げて、うん、ね、一緒に店やってた人たちをまた引き戻して、で、まあ35まで成功できなかったって死ぬみんなって、死ぬの？そうですね、人に使われるぐらいなら僕死ぬ方が死ぬ。ダメよ、死んだらね。あの、うん、誰かの下でついて働いて。食いつなぐぐらいだったら死んだほうましです。そうなんです。死ぬんですって。ねえ、死ぬって。どうぞ。あ、ありがとうございます。ねえ、お、何？私は新潟帰らないわ。そう、新潟なんですって。うん、ねえ、つまらないから新潟には帰らないって。俺も新潟つま、東京来ればやっぱり新潟つまらんと思うんですけど。しょ、女の子いないの？あんた女の子彼女ですか？いないの？女の子ね。ここら辺いっぱいいるでしょ、女の子。あー、だってほら、俺ね、よくほら、うん、SNS で問題になってるじゃないですか。何？女の子におごるおごらない問題。うん、断然俺は女の子におごる場合なんで、うん、今現金持ち歩いてないから。あ、そっか。で、貧乏してた時にカードもブラックになっちゃったから、家帰れば現金めちゃくちゃあるんですけど。あ、何、家にあれば現金いっぱいあるの？あるじゃん、ちゃんと。どういうこと？ちゃんと節税してたんです。お金いっぱいあるんですか？あるんですけど、うん、そうね、女の子にはおごれないんで声かける、ね、俺女の子にはおごりたいって言いますよ。あ、そう。あ、割り勘にせずに？当たり前じゃないですか。そう、うん、当たり前ですよ、ね、いや、ポルポみたいな需要供給で考えるとね。じゃあ、なんか雰囲気ポルポって言うの？あ、知り合いよ。おー、いい人、ね、誰が？いい人。なんか、そうね、ちょっと変わってる子だね。あ、変わってる人？違う、見た目がよ。あ、知り合いに似てるのよ。あ、うん、見えっぱり。いや、いいんじゃない？なんか男気があっていいじゃないね。どうぞ。うん、ね、どうぞ、おごりたい。出してあげようっていう気持ちがいいじゃないの。そう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 、ねえ、うん、お店やった時に女の人にはいっぱい貢いでもらったから、次は自分を還元する番かな。何が？バーやったんですよ、ボーイズバー。あ、ボーイズバーやったの？はい、うん、それで？で、まあ、出してもらったわけじゃないですか、うんうんうん、で、次は僕が還元する番かな。あら、そうですって。ズル向けなの？いいわよ、その子じゃなくて、僕はズル向けです。あら、あら、ズル向けなの？ズル向けっす。あ、そうですか。あら、いいじゃないの。ズル向けなのね。ズル向けっす。なるほど、いいじゃないの、いいじゃないの。
高校生の時にあの皮かぶってるの恥ずかしくて剥いたら、うん、ずっと痛いの我慢して剥いたら剥けました。あ、そうそうそうなのよ。剥き続けるんだよね。そうっす。そうなのそうなの。すぐ痛いのも我慢して。そうっす。剥き続ければあの治るのよ。治りました。治るのよ、本当ね。そうそうそう。だからあの、うん、温泉とか銭湯行ってもチンチン、チンチン隠さないです。なんで？ずる向けなんで。あー、ずる向けってないの恥ずかしいのかな。恥ずかしいんじゃないですか。そう？わかんないけど。え、みんな前隠さないのかな。隠してる人も多いですよ。あ、そう。あら、さっき会ったわね。どこ行くの？帰るの？なんで帰るの？彼氏？女の子ナンパしなさいよ。ナンパしなさいよ。さっきの子よ。ね、一緒に飲んだんですか。違うわよ、さっきエッチしたのに。マジ。なんでよ、ねえ、みんな茂みで。茂みで。ここに茂みある。上の公園で。あー、はいはいはい。知り合ったのよ。何してるのって言う、溜まってるって言うから。溜まってるって言うから。したいじゃん。嘘に決まってんでしょ。信じ、俺すぐ信じちゃった。冗談よ、冗談。本当ね。今こうした人がキモって言われたらあんた。何言ってんだ。違うわよ。キモいっていうか、あの違うことでもキモいっていうふうにこうシンクロするの。シンクロ。そう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 。うん。発展場を紹介するの誰に。彼に。ダメよ発展場な。あ、でもなんかちょっと行ってみてほしいわね。うん、発展。わー、知ってる。発展映画館に。映画知ってる。あ、全然わからんす。いや、かわいそう。映画館行かせるのちょっと。あんた行ってくださいよ。え、かわいそう。行ってみたいの映画館。うん、いい子の時間ってるんすか。かわいいじゃない。え、アイコタイプですよ。僕ですか。うん、ホストミンのほら見て、あのほらちょっとこう韓国風の女性はみんな好きです。アニョハセヨみたいな。女性はみんな好きです。あ、そう。女性なら何でもいいのじゃあ。あ、まあそうですね、幅広いっすね。ストライクゾーンが広いっす。あ、何でもいけるのじゃあ。ストライクゾーン結構広いっすよ。あら、どんなもん。皆さん年齢は自分のスター。結構年齢、あの、幅広いわ。年齢か。そうだな、40代まではいきますね。40前がいいの。いや、40、25だっけ。27年になりますね。27で30、40手前でしょ。あ、まあまあまあ10、まあ一回り上ぐらいか。そうですね、一回り上までは全然。そのぐらいまでだったら全然 OK なのね。はい。え、下は。下か。年下の人も付き合ったことないんだよな。ダメ。あ、やる分。年上がいいの。やる分には問題ないですけど。あ、セックスする分には別にきつもいいのね。セックスする分にはきついです。若くても。上でも。上でも。上何歳までいけるの。セックスする分だけ。セックスする分にはきついの。そうだな。45とか。45歳。そうそう。シコシコね。シコシコ。45歳ですって。あら。あ、そう。え、私はどうなの。あ、足靴見える。ほら、年齢当ての得意っすよ。いや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 、あー、38。あら、惜しいわね。惜しい。なんで、なんで分かるの、さんたちと。なんだろう、雰囲気っていうか、なんて言うんだろう。雰囲気。雰囲気っす。雰囲気が38っぽい。雰囲気が38っぽい。え、正解は。ちょっと惜しかったわね。惜しかった。37、36よ。あー、悔しい。悔しいなー。ねえ、悔しい。悔しいわね、ほんと。ニアピンよ。正解言ってる。ニアピン。そう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 。ねえ、ニアピンよ。うん、そう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 。ねえ、皆さんね。悔しいなー。うん、嘘じゃないわよ。うるさいわね。謝りなさい。すいませんでした。あー、いいの。ごちそうになってしまったあげて、腰も肌を外します。いいのよ、全然いいのよ。ねえ、
そう、ちょっと落ち着いてみるからね。落ち着いてみますね。見えるでしょ、ほら嬉しいわね、ほんと。今日ほらイケメンをゲットするの終われませんってほらね、タイトルをイケメンゲットしちゃったからやったね。さっきの子もでもさっきの子はしゃぶっちゃったからあれで終わったんだけどね。あそう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 ね、あれで終了したのよ。うん、しゃぶってほしいってうるさいのよ、あの子。しちゃったしちゃった。しつこいじゃん、あの子さっきもね、イエーイとか言うてさ、しつこいですね。ねえ、いい匂いする、香水ないの、うん、どう嗅いでもらう、どうめっちゃいい匂いする。いい匂いする。何の香水、当ててみて。あんま詳しくないかな、それ。いい匂いする？いい匂いする。どう？ほら。なんだろう、この匂い。何？どう？どう？なんだろう。当てて。フェロモンの香り？フェロモンですね。フェロモンかしら。ね。フェロモン。フェロモンだ。え、実際は？あ、これ？ビトンかな。あ、ビトンか。あなたは何吹いてんの？もう聞いたまでよ。どう？あ、でも匂いしないわ。でしょ、消えたな。もう匂いしないわね。消した？消しちゃったけど。時計壊れてるやんだ。うん、それ横からって。ひび入ってあんた iPhone、アプローチ？アプローチ。あらー。でもほら、ケースだから別に。壊れちゃったみたい。皆さんかわいそう。充電もなくなったから。壊れたの？あと残り充電 5% で。ないの？うん、残り充電 5% で借り、あの、ギリギリあのコンビニで借りれた。借りたの？お金、お金あるの？あの D 払いで。あ、よかったわね。危なかった、マジで。あいこ捕まえなさいよ。おごるお金ないもん今。じゃあコンビニでじゃないの？コンビニで？そうよね。確かに。え？ああいう子は十分よね、コンビニで。ね、若い子は全然大丈夫よね、コンビニで。お酒飲みましょうよっていう風に言えばいいのよね。ちょっと涼しいからどうですかっていう風にさ言えばね、皆さん行けるわよ。どう？ねえ、どうなの？コンビニのなんかあの持ってるんだって、なんかあのスイカかなんか持ってるでしょ。あー、スイカは入ってますよ。でも買える分ぐらいしか入ってないんじゃないか。お待たせしました。あ、どうもどうも。だし巻き卵。だし巻き卵よ、食べなさい。あ、いいんですか。食べなさい、かけても大丈夫だから。はい、食べなさい。ね、食べなさい、いっぱいね。食べなさい、食べなさい、ね。コンビニ、そう、コンビニよ。あー、なるほどね。安い女だっていう風に見られるから嫌なんだって。あー、まあ、誰が安い女や、あんたたち、ほんと。うちありますね。ねえ、ほんと。安い。あ、そうなの。え、だから仕事はだから運送業でしょ。いますか、うん、まあ僕はあの友達から入りたいタイプなんで、その、なんですか、車の整備士。あ、整備士やってんの。そうですね、もう素人ですよ。ですって。友達から入りたいんで。車の整備士ですって皆さん。直すのね。そうですね、なんかいざとなった時お金があったら赤字かなと思って。車の整備士してるんですって、皆さん。まだまだまだですよ、でも全然スマホに実はいいわね、車の整備士。まだ5月ぐらいです。あ、そう。前髪綺麗？ほんとね、前髪綺麗ね。でも白髪あるわよ。白髪増えた、あの毛した時に増えたんですよ。毛が多い、羨ましいわね、毛が多くて。あなた羨ましいわね、毛が。見てこの毛の多さね、え、もりもりよ、ほんと欲しいわね、ほんとね、半分ぐらいちぎって、ほんと。お皿もらう？あ、全然。なんで？あ、もらいます。すいません、すいません、すいません。どこ？ちぎって。そうそうそう、ねえ、どうも、どうも、チューして、チューして、ね、チューして。ねえ、素直でかわいい、かわいいわね。かわいいってほら、素直でかわいいじゃない。かわいってるでしょ。かわいいわね、ほんと。かわいい、かわいい、かわいい。ねえ、ほんと。かわいさを応援してる。あ、そう。すいません、調子になりました。ねえ、もうこれは持ってるわよ。いや、
やや。モテるでしょ。刺さる人には刺さるって感じですかね。新潟出身？ずっと。そうですね。新潟出身です。東北なんだ皆さん。新潟は東北なのかな。これ結構。あれ甲信越か。どこなんだろうな。ねえ。北陸？女の子みたいだって可愛いって。女の子みたいだって。これは喜んでいいのかな。ダッスー似てる。ダッスー。そうかな。シリア似てるわね。ダッスーはいい男です。いや、ボルポンじゃない。まあ、かっこいいと思うよ。おー、やった。じゃあ嬉しい。かっこいいけど、ダッスーはダメよ。うんこちゃんよ。あ、ごめんなさい、ご飯中にね。いい。ダメよ、あれ、うんこちゃんよ。あの人はダメ。うん、ダッスーはうんこちゃん。そうそうそう。ねえ。私、ダッスーの小物には近いなんだからダメよ。うん、ごめんなさい、ね。いい。ダメ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 よ。うん、いや肛門の香り私嗅いだのよ一回。ダッスーのケツの穴を嗅いだからダメよ。あら、また来た。あんた、おのの、ネズミどこ。そこ。いやネズミどれ。すぐいた。俺ダメなんですよ。どこ行ったネズミ。マジでダメ、マジでダメ。あ、お兄さん、お皿もらいます。鳥皿もらいます。はい、わかりました。すいません。鳥皿、おしぼり。クリスタ、今ネズミとかいた。ネズミた。これダメなんだよな、ネズミとか虫とか爬虫類とか。ネズミとかいた？うん、あっち行きました。まあ、びっくり。いや、モテる。でもなんか結構遊んでそうな感じするわね。あ、俺ですか。うん、遊べたらいいんだけどな。いないの？最近は、なんだろう、遊んではないの。本読むのハマっちゃってる。あ、偉いわね。あ、すいません。失礼します。処理と始まり。本読んでるの？ずっと本読みます。あ、そう。本読んでるんですか、皆さん。何の本読むの？自己啓発が多いですか。自己啓発本？はい。どういう本？自己啓発本はどういう本なの？まあ、広い、まあ、有名っていうか、あれで言うと、ひろゆき。ひろゆき。ひろゆきは。うわー、出ました、ひろゆき。なるよ、もし。あと、ひろゆきかー。心理学もちょくちょく読みます。あんま、ためになってるかっていうか。ひろゆき、あれ。面白いか。まあ、考え方がやっぱ全然違うんで、みんな僕と。彼氏って何？私のこと？誰よ。グッズ。彼氏じゃないわよ。彼氏じゃないわよ。考え方が違うんでやっぱり。なるほどね。違う考えの人の考えを見るのが面白い。あ、そう、自己啓発読みながらお勉強してるのね。まあまあ、食べないの？食べて。遠慮しいなんですよ。そうそう、食べなさい。ありがとうございます。難しくない？何が？兄さん？兄さん？兄さんもやってんの？あ、ちょっとそこら辺は無知ですね。そう。はい。マジで無知です。兄さんやってないんだって。ね、いただきます。召し上がれ。おいしい。うまっ。ね。うまっ。おいしいわね。美味しいです。騙されやすそうな感じがするの。あ、彼？そうかな。騙されやすいですよ。ついた時も詐欺に遭いそうなんです。本当、はい、確かにね。真面目なのかね。真面目ね。真面目。一途っぽいのね。一途っぽいのね。高齢センス、私が？そう？僕じゃないですか。あんたか。あ、本当だ。苦労してんのよ。そういうことなんですか。ねえ。あれ、私今日高齢線ないよ。地図はないね、このタイプは。ひどいな。そうだ。ねえ。すみません。何です今日高齢線。お肌ピチピチ。ねえ。うん。ねえ。うん。ねえ。そう、今日肌ツヤがね、いいのよ。だから新潟は東北じゃないってことは。あ、だから甲信越だね。お、なんだろうあれ、あそこ何だろう。甲信越。甲信越。お米が美味しいのよね。お米美味しいね。あ、はい、どうも。食べなさい、キュウリよ。あ、ありがとうございます。食べて、キュウリ。
ね、あ、あと花火もね、長岡花火、そうそう、有名ね、有名ですね、花火もね、はい、食べて、キュウリもね、ありがとうございます、キュウリよ、はい、いただきます、うん、美味しい、うわ、ね、美味しい、うん、あ、ね、彼女って今いないの？今いないっすね。どのぐらいになるの？だいたい。1年もいないの、はい、あら皆さん1年もいないって、びっくりした、ネズミだ、絶対ネズミだ、今の1年もいないんだって、わー、すごいねえ、27歳だった、え、1年もしてないってこと、そうじゃないでしょ、あ、セックスはちょくちょくしてますね、やってんの、あら最近いつしたの、最近、先々週ですか、ね、あら、どこでやったの、ここら辺だったの、いいえ、立川のホテルでやりました、相手は、相手ですか、うん、相手は地元でもないか、まあ、新潟出身の人ですか、なんかそういう風になったかな、まあ、ほ飲んでて、なんか新潟から来てくれる人がいて、うん、まあ、その人を取ったんですか、まあよかった、あ、すいません、おいしそう、召し上がれ、ありがとうございます、食べて、うまい、ね、全部食べて、ありがとうございます、ね、ゴムしたでしょ、ゴムすか、してないでしょ、ゴム、ぶっちゃけあん、ゴムあんま好きじゃないんですか、まあでも早漏なんで、ゴムしなかったの、やっぱりゴムか、やったなんか最近ね、ゴムしない人多いんだって、若い子で、本当にするのって感じ、ね、多いんですって、ゴムしない人、やんだ皆さん、ゴムしないんですよ、そう、最悪しないのが多いんですって、そう、できたらどうすんの、どうもすか、ああそうだない、今はちょっとやらかな、でも成人式やったんですね、生で、そうっすね、え、向こうはいいわよって言うの、向こうが得意なも言われんかったっすね、いいわよとも言われなかったの、いいわよも言われないし、ダメよなかったの、そうなの、そうっす、え、とりあえず出しちゃったの、中には出してないっす、あ、そうなの、はい、あ、抜いたのね、はい、いきそうになって、はい、あ、そう、じゃあまだいいわね、そうっすね、そうそうそう、ね、俺、あんたそうでしょ、あなたこうやってる時にさ、ね、ほんと、黙って出したらびっくりするでしょ、あら、そうなのね、いや、そうだよね、黙って出しちゃダメだけどね、あ、ジェイちゃんありがとうございます、ありがとう、どやさどやさどやさ、ありがとう、何人の方が見てくれてる、今ね、700人よ、すごい、マジ700人、この時間でも、まあね、見てる方ね、結構ね、すごくない、え、僕ね、700人、どこ少ないの、今日ね、少ないもんなんですか、すごい、少ないわよ、すごい、ね、ね、そうよね、否認ね、どうする、できたら、まあできたらできたらいいかもしれないですけど、殺しけっちゅうの、いや、責任は取りたいですけどね、ちょっと時期が悪いかな、もうちょっと頑張りたい、どう、そうだよな、そう考えれば否認してもいいですよね、そうよね、オカマとかやったことあるの、オカマとかは経験あるの、いや、一回もないですね、あ、ないの、一回もないです、あら、そうなの、はい、うん、食べて美味しいわよ、美味しいですか、いただきます、食べて美味しいわよ、
美味しいか。うまっ。うん。イカ美味しい。疲れてるのよ彼もね。4時、何顔が疲れてる疲れてるって。4、5時くらいから飲んでます。夕方のあら、じゃあ結構もう結構飲んでるね。だいぶ飲みました。酔っ払っちゃって。そう、うん、まあ酔っ払いましたね。あ、そう。筋肉は、あ、腕はでもまああるんじゃない。自分20歳過ぎくらいまで建設業やったので多分そのあれですか。土建。あ、そうです。27歳よ。私過ぎて、22位ぐらいまで警察受けてました、ね、あら皆さん、病んでそう。全然病んでる感じしないよ。病んでる自分ですか。あー、病むのはちょっと無縁ですかね。病むことはなさそうよ、ね、寝れば何でもよくなっちゃう、ね、食べちゃうし、お腹空いてたね。ね、そう、ボーイズバーの時はさ、ラクレゲとかあったの？あー、なあったでしょ、やっぱり。真っ暗はあんましなかったっていうのが本当ですかね。やっぱしなかったです。なんていうの、お金しか見えないです。枕はやっぱあったのね。いや、あったっつっても本当に数人ですよ。やったのね。やりましたけど、なに、枕を、その、はい、やって、何、その、何してもらうの？シャンパン？いや、何するの？これ自分、飲食業を未経験で始めたんですよ。誰かの下で勉強してるぐらいだったら、自分で最初から始めたわけだから、なんでまず、客つかみのために頑張りましたね、シャンパンとかじゃなくて。あ、そう、はい、ですね。え、大変ね。ダメですね、枕はずっとダメです。あ、そう。良くも悪くも離れていきますし。ダメ、枕です。あ、そう、B 型なの？ A 型です。A ですって。ねえ、 A 型大変よね。うん、大変なのかな。いや、私も分かるの A だから。なるんですか。でも、よく B 型って言われます。あんた？あ、そう、どこら辺が？いや、ちょっと自分で分かってないですけど。あ、そう、私、やっぱ A って結構気使うのよね。 A 型、そうっすね。そう、A って結構いい格好するのよ。どうも、酔っ払ってるの？いや、結構してます。何の配信ですか？これシラフなの？これでシラフっすよ。やばいじゃん。シラフなの？え、どっちっすか？何が？男？あ、両方よ。両方よ。ハーフなの？え、言われますよ、めっちゃ。日本人なの？どこだと思います？純血の日本人？どこだと思います？あ、ちょっとだるいな。待って、ね、ごめん、ね、ごめん、この後歳も聞くつもりだった。ほんと、なんだろう。まあまあ、東南アジア。東南アジア、ブラジル？チリゼロ、チリ1？ チリ1ですか？東南アジア、ブラジル、やばいって。どこ？タイです。タイなの？タイ人なの？タイと日本。タイと日本人なの？まあ、え、いくつに見えますよ。まあ、でもまだ若いでしょ、21とかでしょ。好き、18っす。18なの？若いわね。2ヶ月前までもう制服着てたんす。え、これじゃあ何の配信？740人、すごっ。何、卒業したの？そう高校卒業して、で今何でしょ、この辺で何でしょ。え、まあ飲んでて、飲んでる。でも、ちげえな、お前ソフト、あ、ダメよ、飲んだら。ソフトドリンク飲んで。ダメよ、飲んだら。ソフトドリンク飲んで、これ逮捕されない？大丈夫？ソフトリなの、ほんと。あんたソフトリ飲んで、ほんと。で、俺、何よ。俺、友達いるんですけど、好きなんですよ。誰が？その、混ざってる人。あ、何？あの、ハーフ？え、違う、その、あれが。どこ行ったの、友達が？行った、どこ行ったの？三角、これ三角。あら、ほんとだ。え、お兄さんは、あれですか？純男？純男？いや、女だね。あ、女なんですか？女っすね。え、これ何の配信なんですか？なんで？これバーナーで見た。これはフワッチよ。フワッチ、え、700人すごくないですか？え、リアタイで700人。うんよ。すごっ。ソフトリなのね。ソフトリなんです。迷いできるんです。
あ、なに、お酒飲めるの？飲めない、飲めない。飲んだことないんだ。うざい、怒ってる。ダメよ、ダメよ、飲んだな、あんた。え、これ、釣り線、釣り線じゃないわ。投げ線。ダメよ、飲んだ、ダメだった。みんな投げてね。ダメよ、飲んだ、ダメよ。飲んでない。お酒は、お酒は二十歳から。連絡されるんで。え、なんかの帰りっすか？ん？何？なんかの帰りっすか？あ、そうよ、デートの帰り。うわ、いいっすね。そうよ。ねえ。そうそう、もうつけて長いのよ。いいんじゃん、後ろ。分かった。じゃあね、何、急にいなくなんな。どこ行ったの？なんだあいつ、急に来て急にいなくなって。結構なんか目がパキってたわね。持ち出す。あ、なんだろう、あいつね。飲んでましたね。いや、だいぶ目がパキってたわね、あんた。あ、なんだろう、あいつ。メインなのかな。え、メインでした。あれ違う、あれ店員さん、どうなの、ほんとあれ、危ない感じしたの。いや、お店の従業員でしょ。どうなんだろう、でも従業員っぽいっすよね。いや、高校卒業ばっかりだった、4月に言ってましたね。言ってたな。18、そう、18だもん。そうね、ねえ、女です言ってた、あなたでしょ。ねえ、ねえ、面白い、これ面白かったですよ。ねえ、ほんと、ねえ、店員なのかな、何が、さっきの人。あ、中から出てきました、ね、なんかね、あの、飲む？大丈夫？いやいや、そんな、いらないの？ごちそうなわけには。私、ほら、そろそろね、戻らないと仕事に。あ、本当ですか？そうよ、だ、飲んでもいいのよ、なんか私、大丈夫だよ、ほら。いや、じゃあ、一杯だけでもいいですか？いいわよ、じゃあ、飲んでなさい、これね、あなた、ここでね、いいわよ。何飲むの？じゃあレモンソーダで。レモンサワー。お兄さん、はい、レモンサワーください。はい、レモンサワーよ。すごいな。写真撮ってもらってもいいですか？いいわよ、写真撮りますよ。自分の携帯でいいですか？いいわよ。写真撮りますよ。またあんたの？誰だお前。えい。いいっすね、デートしたいな俺も。誰とも。好きな子できないんですよ。男磨いてくれ。何がよ、誰？できないんですよ。誰が？本気で好きな子が欲しいんですよ。あ、そう。できないんですよ。みんな夜中なのに。まだ若いから大丈夫よ。さすがに聞いてないよ。まだ若いから大丈夫よ。これからできるわよ。たぬき184号めっちゃコメントしてくれますね。ねえ。サンナ？サン、すいません。ね、失礼しました。100号。誰か。61号さんもいるんです。あ、すごい。誰かそのうちできるわよ。あ、これ、あ、全部配信されてた。恥ずかしい。どういう女性がタイプなの？女性行ったの？え、女性、なんか、きっちゅってか、今日、本当会えてなったんですけど、体調不良とか言われて、2個上なんですけど、私の子だもんね。いただきます。あ、そう、見せろ、俺にも見せろ。脈なしです。熱があるのよ。脈なしです。ほんとに、ね、熱があるのよ。女の子だよ、これ。あ、ね、ドデキャンする女の人は大体脈なし。いや、ほんとに体調悪いかもしれないじゃん。脈なしです。そうなの？脈なしです、ね。あ、そうなの？やっぱ数打たないと。ごめん、嫌がってるやんって出てきちゃった。ごめん。何が？隣のお兄さん嫌がってるやんって。あ、俺がってこと？でもいい友達になりそうじゃん。あ、唾垂らした方がいい。お前、唾垂らした方がいい。垂らしてない、なんか変な、あれ、ラグです、ラグ。18だって、若いわね。嫌いだって言ってください。と、ちょっと来ます、全然来ますね。そっか、デートで邪魔なんか、俺、ヤバいしてったらダメだ。邪魔じゃないわよ、別に。いや、邪魔ですよ。ね、日本語ペラペラだね。純日本人なんで。あ、そうなの。ハーフだからね。ハーフなんで。ハーフだからよ。また来た。すごい、すごい、700人も集まるの。すごくないわよ。ね、2桁じゃないですか、普通。なかなかね、難しいよね、ほど配信はね。スパース、なんだっけ、しなちゃん。何？何のあれでしたっけ。あ、ふわっちよ、ふわっち。そう、ふわっちよ。全然わかんない。ほら、あんた、あそこにいるじゃん、女の子。いや、あれは多分、
ナンパしなさ、ナンパしなさ、ほら、なさ、モチベない、来なさ、来なさ、もうちゃん可愛い、来なさ、可愛いけどタイプじゃない。どういう子がタイプなの？年が好きなんですよ、俺。入り目様などじゃあね、年上を好きって言っていいのって俺20歳超えてからだと思うんだよね。いや、超えてます、超えてます。え、18でしょ。18歳がいいの？こんな時間いてもいいのか。え、18は大丈夫。あ、そう。20歳超えてからやっと年上を好きって言っていいんだよ。大学生です。あ、学生です。今日明日休みなの？あ、もうバリバリ。あ、面接あるんですけど、バイト行かないの？面接行きます。何やんの？でそこの鳥居地図を働くの？面接です。その後焼肉でバイトです。頑張るわね。留学日暮里店です、来てください。頑張るわね。頑張ります、働きます。えらいわね。知恵ほら、ナンパしなさい。えらいわね。知恵ナンパした通ったらね。そう、お腹ちょっとあんたダメよ、ダメ。あお、通ったらお腹隠してね、ほんとね。腹見せんね。あ、お姉さん、はい、チェックいいですか？ここチェックね。高いっちゃう？あ、私で帰るわ。前は10時までかな、2000年。え、18以上なんですよ。そう高校生じゃないんで、もう全然いけちゃいます。はい、はい、お願いします。帰っちゃう？いいですか？僕ごちそうになっちゃった。いいわよ。ありがとうございます。いいえ、じゃあ楽しんでください。です。じゃあね。邪魔しててごめんなさい。じゃあね。お疲れ様でした。じゃあね。バイバイ。じゃあね。切ってさ。え？切ってる。あの人、でもな、酔っ払ってる感じするよね。そうですね。飲んでる？飲んでるじゃないですか。あれは。これはパッキってんの？パキってますね。あ、そう。あれは？あ、パキってます。パキってんのかしら。バイバイ。ねえ。年もコーチ側と全然違うのね。ほんと、ね、18ってやっぱあんな感じだよね。そうですね。はーい、はい、どうもありがとうございます。どうも、はい、Thank you。 ありがとうございます。本当にゆっくり飲んでね。ごちそうになっちゃって。ゆっくり飲んでね。いいですか？いいわよ。ありがとうございます。まあでももう言っても終電までもうちょっとでしょ。そうですね。ね、ゆっくりね。はい、ほんと、ありがとうございます。いいえ、じゃあね。またね。いやいや、ありがとうございます。はい、どうも。ごちそうさまでした。はい。また。じゃあね。どうも。ごちそうさまでした。どうも。こっちね。よいしょ。だって皆さん、あれでしょ。だってほら。あれ無理だろう。じゃあ、あれどう思ったの皆さん。あれ無理でしょ。脈なくない、あれ。いや、いい子かもしれないけどね、あれ。そうそうそう、どう、あれある、あのグループよ。あ、あの子、あの子。そう、あれは多分先行かないわね、あれは。うん、あの子多分ね、なんかね、肉食っぽくないのよね。そう、私のタイプでもないのよ。わかるでしょ、なんだかね。え、タイプでもないのよ、私のね。はい、こんにちは。細いわね。羨ましいわ、細くて。何、あの子大丈夫なの？あの子死んでるわよ。早か。うん？三日月？ね。もうここら辺誰もいないわね。中町通りの方行ってみましょうかね。次は確かにすげーかもしれないけど、っていうか名前はそこやって
でもさ、みんな多分なんだろう、私あの彼のね、こうなんだろうな、こう私思ったのよ。すごくね、彼と出会って、あ、なんかなんか大切だなと思ったことがちょっと一つあってね、皆さん。私、そう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 、ねえ、何言って、うん、なんだろう、なんかこう、こうガツ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 こう多分さ、やりてえわ、多分食いてえわっていう風に思うよりかは、ちょっと少しリラックスして、なんかこう一緒になんか飲みましょうよっていう風な方が、なんかこう男も女も多分その方がいいんだろうね、きっと。もうなんかこうそこら辺のみんなメンズたちもさ、すごいもん、なんかこう余裕な感じがわかる。そうそうそうね、ちょっとこうなんていうの、余裕を振りまきながらこうちょっとね、わかる。だからさっきのあれもちょっと帰るわみたいな、わかる、ちょっと私はもう帰るわみたいな。そうそうそうね、うん、ちょっとわかる、うん、そうそう、余裕が、そうなのよ皆さんね、わかる。あれで本当はね帰りたくはなかったけどね、私だって皆さんね、でしょ、ほりゃあんた、ほんとはラーメンをね、皆さんずる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 すすってね、ほんとは食いたかったのよ。そうそうそう、目の前でね、ずる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 、ほんとよ、ラーメン食べたかったわ。帰るのって、でもイケメンゲットしたじゃないのよね、皆さん。これはあんた守ったんじゃありません、公約を。ん、守ったでしょうよ、だったなったでしょ、ゲットしたわよ、イケメンゲットしたわよ皆さん。どうなの、キスしたって、別にキスするって別にあんた帰ってないじゃないのよあんた。そうそうそう、なんか結構さ真面目だったわね、あの子。そう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 ね、なんか真面目ぶってるからこそ、なんかちょっとこういけなかったわね、ガツガツ。そうそうそうね、いや、じゃあじゃあキスするのもさね、皆さん、やっぱりちょっと相手をね選ばないと、あんた本当そうでしょ。そう、いや軽、そうね、ちょっと遊ぶならやっぱちょっともうちょっとさ不真面目な男性が良かったわね、わかる。うん、あのサッカー部の子良かったよね、さっきの子覚えてる、あの変な子、あの子良かったわね、ほんとあっち、あっちが良かったわよ私は。そう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 、でしょ、あっちが良かったわ、変な子、うん、あ、そう、ひろゆきでしょ、ひろゆきって皆さんさ、なんでひろゆきなのよ、うん、あのひろゆき好きな人大体あれでしょ、あのあれもそうじゃん、あの武勇伝伝伝の人も好きでしょ、違う、あのほら中田だっけね、え、中田も好きそう、ああいう人って、うん、そうそうでしょ、ああいうの好きそう、うん、あそこまでいかないかな、ひろゆきはなんかあのなんていうのかな、こう浅いよね、あ浅く広くっていう風な感じがする、うん、ねえ、確かにひろゆきだとさ、皆さん、うん、あっちゃん結構深いもんね、あっちゃんが、死んだの、嘘でしょ、
あなた優しいわね、起こしてあげて。でもなんで、なんか怪しいわね、怪しいわ。さっちゃん、私ね、今一瞬カバンね取りそうになったの。タトゥーも、友達ではないの。どうしたの？呼ぼうか救急車。いや、タチラゼじゃないです。なんで？生きてるから。生きてるの？うん、めちゃくちゃ生きてる。向こう行ったわ、皆さん。私がずっと見てたから、皆さん向こう。怪しい、あの人怪しい、怪しかった。カバンに手を伸ばそうとしたもん。あの絶対怪しい、盗むつもりさ、逃げた。でもお兄さん本当すごいイケメンね。あー、注意しようかしら。お兄さん、お兄さん、スカートの中見る？ちょっと待って、ちょっとスカートはまずいけど。お兄さん、あ、イケメンだわ。お兄さん、イケメン、お兄さん、イケメンのお兄さん、起きて。あなたここは危ないわよ。お兄さん、ダメよ、起きて。呼ぶわよ、救急車。警察呼ぶ？起きて、警察呼ぶわよ。起きた、よかった。ほら、あなた、お兄さん今あのスリにね、あ、そうだったのよ、釣りにカバン狙われてたわよ。はい、よかったわね。よいしょー、私のおかげ。あ、お兄さん、傘は？傘、傘よ、傘。眠い、傘持って、ほら。眠い、よかった。大丈夫？意外に身長ちっちゃいわね、思わない？身長ちっちゃいわね。ちゃ、うん、すごい、すごい。兄さん大丈夫？でもさっきあの変なお兄さんがなんかあなたのこのカバンになったわよ。危ないわよ。これと、とりあえず見てたのよ。で、あなたを起こしたわけ。ありがとう。ねえ、でもここはやめた方がいいわ、寝るのは。あなた本当全部身ぐるみ全部剥がされちゃうよ。帰んなきゃ。どうやって帰るのよ。家どこなの？柏。は？柏。柏、千葉でしょ。タクシー乗るの？帰れるの、タクシーで？うん、ほんと大丈夫？なんなの、パーティー？とんでもないわね、ほんと。
際はね、本当一人救ったもんね、皆さんボランティアかしら、本当私イケメンだったもんね。いや、イケメンだけど身長が足りないわね、思わない、あれ。そう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 。ねえ。本当に柏に帰っちゃったの。こっからでも柏って結構高いよね。お金いっぱい払えばいいわ。本当バカみたいにね、思わない。本当。そう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 。あ、ねえ、ねえ、さっきの子いるの？あの子。一周するけど一周。一番もっとかかるでしょ。まあ消えたかな、あの子まだいる？彼？あ、消えてるわ。ねえ、ママ。何、どうしたの？困ってるんすよね。何困ってるの？本当？まず気持ちを変えなさい。性格悪すぎよ。そう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 。ねえ。お疲れ様でした。いたわ、ほら。いたわね。電話してるわ、誰に。ねえ、電話してるわ、あの子。ちょっと追いかけてよね、ほんとね、思わない？後ろからさ、ねえ、ほんとよ、なにあの子、見向きもせずにね、私を、あんた。そうでしょ？あーとか、そう言えばいいね、あーとかね、あーって。でしょ？あーとか、なんかあるじゃないのよ。あーって。それもないわよ、あーとかもないし。でしょ？じゃあ視界に入っても何もなかったじゃん、あんた。そうよ、見て見ぬふりあんた、かわいそうに。でしょ、知らんぷりだったわよ。ねえ、飲むだけ飲んどいてお金を使わせて、見返りもバカたれ。人間はね、見返りを求めたくなる生き物なの。求めたく、求めてないっていうのは嘘よ。本当。みんな認められたいのよ。わかる？そう。みんな認められたいの。わかる？ねえ。本当。わかる？評価してほしいのよ。そうそう。そういう生き物なの、私たちは。そうよ。そう、ギブアンドテイクよ。分かった？そういうことよ。ねえ、そのあんた知らんぷり、どういうことや、あんた。そうよ、知らんぷりはつらいわよ、あなた。そうでしょ、知らんぷりはダメ。
アクションもないとかダメよでしょ。あとでもう一回行きましょうね。ぐるっと回りましょう。あら、イケメンが来るよ、イケメンが。ああ、うん、ワンダフォー、ワンダフォーよ。うん、ワンダフォーよ。あら、アニョハセヨ。ミシカ。そうそうそう。ちょっと。あ、でも、青よ、青よ、青よ。赤、赤、赤、赤よ。赤、赤よ。ねえ、戻りましょう。そうそうそう。ね、結構イケメンだったよね。イケメン、あれ見て、女が3人。どう今の男と女、うん、ピースするとも、そうね、いや真ん中、あでも両方、あでもそうね、両方と思って、あの女やりまんね、ほんとあの女やりまんや、あんた手つないで、あんた二人に手つなぐって、あんたそうでしょ。うわー、なによー、そうそうそう、黙ったわよ、ほんと。そう、うん、私にうわーって言うからさ、うわーって返しやったわよ、ほんと。そうそう、黙ったわよ、うん、ほんと、ねえ、それどんな会話って、ああいう会話よ、ほんと。誰もいないのね、警察官がすっごいなんか見張ってるわね、私の方なんかずっと見てるわ、何あれ、何警察官行った、何があったの、行った、うん、ハロー、イケメンね、クーガイ、ファイン、クーガイ、何、トゥーライト、トゥーガイ、トゥーガイ、I mean your visitor、 うん、あ、me、 あ、you、 you、Me? Yeah. あ、うん、half. うん、half? うん、そうよ、half よ。I'm half. あ、half. うん、yeah. Mixed. Mixed. Lesbian. あ、うん、あ、ゲイよ。ゲイ。そうよ。あなたは、yeah. How are you? Okay. あなたは何なの、一体。何、どういうこと、一体何、何で向こう行ったの、早くない、あのお兄さん何向こう行くの、次はあの女行くわね、あの白い女行くわよ、あ危ないわよ、行かない、あの人ほら、あいつ次あっち行ったわよ、標的、ほらあの白い女に、ほら違う、あれ、あ違うのか、何ビアンってこと、ビアンどういうことよ、何ビアンって、どういうことよ、一体あなた、何それ、なんでビアン、どういうこと、言ったねえ、なにビアンとゲイ、どういうこと、皆さんよくわかんない、向こうの英語が、どういうこと、皆さんどういうこと、あゲイはダメってこと、じゃあレズビアンのビアンって何、どういうこと、さっぱりわかんないんだけどね、えそうでしょ、だわね、さっぱりわかんないな、
理だったわな。クソジジイだったわ。クソジジイにもあんたねえ相手にされなかったわ。だから悲しいわね本当ね。そうよ。いや私もヒールでも4時間とか普通にほら歩いてるからさ全然大丈夫よ私は。そう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 ね。あらあそこで向こう男の子寝てるわよ皆さん。救出かしらあれ見えるあそこでほら見てほら見える肉眼でこれほれこここれねえでしょ助けましょうよ。うん、そう。そうよ。酔っ払い酔っ払い。お持ち帰り、まあ、お持ち帰りよりかはまず救出作戦ね。ほんとそうそうそう。え、ジジイかもしれないの。助けましょう。ジジイでもね。そうそうそうね。ああ触ったよ本当ね。触った。そうそう本当。え、そうそうそう。ねえ、じゃ誰も触ってくれないから皆さんもうおっぱいが。おっぱいが張っちゃうのよ、おっぱいがね。ボインボインボイン。そうそうそう。ねえ。バンなんない、こんなのね。ほんと。ねえ。なんで自分のおっぱいもんでバンなんのよ。ほんと。ん？なんなさい、あ、青なんなさい。ん？早く。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 どうかな？そうそうそう。やっぱりほら死んでるわ皆さん。ほらほらおじいちゃんあれもしかして若い子？でもなんか幸せそうに寝てるけどねここね。たくまくんみたいな。よしよし。お兄さん、お兄さん大丈夫？生きてるわね。お兄さん大丈夫？生きてる？お兄さん大丈夫？お兄さん、お財布取られちゃうよ。お財布。お財布。お兄さん起きて。お兄さん起きて。お兄さん。うん。お兄さん。起きてる？うん。お財布盗まれるかもしれないわよ。薬とかも多いのよここ。うん。お兄さん起きて早く。ね、パトロール隊よ。オカマパトロール隊なの。起きて、うん、ほら起きて、うん、ね、うん、なんかあったらほら後悔するのあなたよ。あなたあなたほら私に感謝するわよ。はい起きて早く。冷たいわね。冷たい首が。イケメンイケメン起きなさい。イケメン起きなさいじゃん早く。起きて起こしてほしいのねえ。チューするわよねえ。チューするわよ。いいの？嫌でしょ？チューするわよ。
ちょっと起きてお兄さん、しゃぶるわよ、しゃぶるわよお兄さん、兄さん起きてお兄さん、爆睡してるわ、うん、そう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 ね、お兄さん、お兄さん起きて、起きそうよお兄さん、でも兄さん起きて、起きてる、目開けて、目開けてお兄さん、ほら目開けてお兄さん、ほらほらお兄さん、なんかイケメンだわ、かっこいいわね、持って帰りたいわね、イケメンよ皆さん、かっこいいわ、うん、そうよ、触っても何ともないのよ、どうしましょう、うん、お兄さん大丈夫、家帰れるの、お兄さん家どこなの、お兄さんお家どこ、お兄さんね、大丈夫かしらお兄さんね、起きないのよ、大丈夫かしら、いや私ならすぐあの担いですぐにさ連れて帰れるのよ、ただなんかすごいのしたらちょっと犯罪になっちゃうでしょ、ねえ、取ってないわよあんた、取るなよって言うのよね、えなんかハゲたじじいがね、ほんとだってハゲたじじいとってもしゃあないなんてね、皆さん思わない、取るなって言われても皆さんだってね、自意識過剰よね、でもなんかこのお兄さんをなんか救わないといけない気がするってなんか思っちゃったんだよね、私なんかそうしないとなんかあの危ない感じがするのよ、そうなの、 なんかビビビビってきたのよ、うん、なんか危険な目に遭うような気がするのよ、なんかこんだけ執着するってさないじゃない、そうだからなんかこれは救わないとまずいのかなって、そうなんかそういう風な使命感みたいなものがねあるんだよね、そうそうそう、いかんよな、いかんね、タクシーやるよ、タクシー乗ろうじゃん、なんかこの4人がなんか私に多分来たことがあったみたい、4人が多分じゃんけんして私に多分なんかそういう聞きたかったことがあるんだよ、向こうで聞こえたもん、なんかどうするみたいな、うん、なんか質問があったんかもしれない、でそれ聞けないよねって言ったから向こう行ったの、またほら、聞きたいんじゃない、なんか、うん、ねえ、クズよね、うん、ね、クズ4人組って感じわかる、結局そうそうそう4人もいて聞けないんだよね、うん、ねえ、聞くなら早く聞けばいいのにね、だったらわかるの、バカにしてるって、倒れてるのお兄さん救える、え、なんか眠ってんのよこの人、デート相手ですか、うん、デート相手、まあ友達みたいなもんなの、救急車乗ってしまう、そう、ありがとう、じゃあね、
そうね、うん、デート相手っていうかね、お兄さんね、ほんとイケメンどうするかでしょ。ピアスは別に書いてないのよな。よいしょ。お兄さんも朝よ。お兄さん起きて。ほら、お兄さん開いちゃうわよ。ほら、お兄さん。お兄さん起きて。危ないわよ。シャッター開いちゃうわよ。ほら、なんかほら、物とかね。あなたほら、貴重品とかあるでしょ。盗まれるわよ。携帯とか、カバンとか、お財布とか、アップルウォッチとかね。起きて。起きた？起きた。ほら、起きた。よかったわね、ほら。起きたわよ、ほら、お兄さん。イケメン起きてね、よかったね、起きたわね、よかった。でもほら盗まれるから何かね。はい、お水よ。なそういうカバンとかそういうものよ、盗まれるから。ここらへんね、わかった、ね、お兄さんね。そうそうそう、もうあなた起きなかったら私が担いだあなたをお持ち帰しそうになったわ。ほんともう持ち帰りできないでしょ。できるわ、こうできるの。できるわよ。怖いよ。担げれるわよ。私はあなたぐらい簡単に担げれるのよ、うん、そうそうね、わかった、よかったわね、うん、帰れるでしょ。お家近いの。近くはないでしょ。遠いの。でもここはダメよね、眠ち、ここは、ね、眠ちダメだね。ダメよここは。あの本当にあの、あ、違う、ライブ配信してんじゃん。今ライブしてんのよ。パトロールしてんの、パトロール、ね、これ何、何、何のあれ TikTok よ。 TikTok か。そうそう、あ、おかまパトロール隊よ。 OK、 よかったわね。うんね、おじさんも頑張る。徳を積んだおじさんも頑張るの。うん、おじさんはいくつなの。おじさん208歳。面白くないもんねいいね。何が面白くないと思ったの、自分で。そう、辛いと思ったね。え、じゃあ、私、ちなみにいくつ見える。可愛いでしょ。27。正直に言うでしょうな。正直に言うね。27歳に見える。いいとこだよ。見えなかった？上野動物園いいとこだよ。ねえ、見えなかったでしょ。ねえ。めっちゃいいやつじゃん。何が？何？怖っ。あたしいい人でしょ？いい人。ほら。いい人だと思う。マジでいい人だ。ちゃんとしてる人だよ。でしょ？うん。で、こんな見てる何人見てるの？どうしよう。うん？何？あ、今？うん、まあ、3000人よ。3000見てんの？そうよ。言う。怖っ。早くお家に帰りなさい、うん、どうやって帰ればいいか教えてよ。3000人家どこなの。ニュー大体。あーどうだろう、始発ないと無理じゃん。始発4時になるんだ。でも4時やん。4時、もう4時よ。え、どこなの場所は。どこだろう。家わかんないの。そんな寂しいやつ見えるこれ。いうとこらへんなの。押し込むな、ね、腕。かわいいですよ。かわいいですよ。いや、ちょっとめんどくさい。めんどくさい。かわいいですよ。かわいいですよ。怖いんだけど、これ。ね、どこなの、お家は。とぼけてるわ、どこだろう。タヌキ。これはとぼけてるわ。でも目が覚めてよかったわね、あなた。ありがとう。いや、ありがとう。今俺も。よかった。今、自分の状況が今わかった。早くお家帰りなさい。うん、奥さん待ってるわよ。そうだね。じゃあね。ありがとうね。どうも。頑張ってよ。あなたが一番頑張りなさい。ほんと。そうよ、皆さん。結婚していたのよ。最初から私はね、分かってたのよ。そうそう、結婚してることをね。ね、それでも、私は彼が心配で助けたのよ。そう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 。うん？私優しいでしょ。優しいでしょ。ねえ、うん、ねえ、そうよ。ねえ、もんなしのままでさ、家に帰ったら奥さんかわいそうでしょ。そう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 。
ね、そうでしょ、うん、ね、うん、そうそう、よかった、うん、助けたのよ、皆さん、私は。そしてさっきのいる？ボーイはいる？ね、そうそう、ね、いるかしら、ボーイね、さっきの男よ、ねえ、そろそろさ気づきなさいよ、ねえ、ちゃちゃ、そろそろ気づきなさいよ、ほんと私を、うん、ねえ、ほんとねえ、もういい加減気づきましょうよ、とにかくちょっとねえ、ちゃちゃ、もう、うん、だ気づきもしないじゃんでしょ。アメ横に、あ、待って、サラリーマンがいるわ。あー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 いやーあーいやーあーいやー、腹見た、腹見た、はやー、そうそうそう、どっちだ、こっちだ、よしよし、ごめんなさいね、叫んじゃってうん、ねえ、なんかキム・ジョンみたいな顔して今ね、ちょっとあの人キム・ジョンみたいな顔、うん、ねえ、そうよ、うん、そうそうそう、いやキム・ジョンでもいいけどさ、もうなんでも、そうそうそう、ねえ、酔ってないわ私、何も酔っ払ってないわ、何も酔ってないって、ちょ、もう一回行こう、ねえ、もう一回、私今日一滴も飲んでないお酒、実はこう見えて、うん、ねえ、シラフよ、シラフ、今日はねえ、いや、お酒もね、あんまね、飲んでないのよ、最近、週末もなんか、やらかしそうでしょ、やっちょくんの件とかもあったりとかね、皆さん、ほら私もお酒で結構やらかしてるからさ、そうそうそう、ねえ、最近飲まないのよお酒、うん、ねえ、うん、お酒に頼ってもほら良くないでしょ、ねえ、そう、学校で別に帰れるけどね、飲まなくても全然楽しいから良くない、ねえ、そうそう、こういう風なお散歩でね、楽しいならそれでいいじゃんね、でしょ、そうそう、ね、いる、さっきの新潟男、新潟ボーイ、あーあー、食べちゃうわよ、あー食べちゃうわよ、そうそうそう、うん、こっちね、いるかな新潟ボーイ、どうかな新潟ボーイね、ちょっと感謝してほしいわよ、ねえ、ちょっと感謝してほしいわよね、新潟ボーイも、ちょっとそろそろいい加減ね、ほんと、ねえ、何がよ、どういうふうなよ、哀愁漂ってる感じがするな、哀愁のお兄さんの感じがする、すいません、お兄さん、朝までこの時間やってる店どっか知りません、知らないの、あら、なんか傷ついてる、なんか顔に怪我してるわ、大丈夫かしら、あの人顔に怪我してるわ、あの人大丈夫かな、
や、なんか傷ついたのかしら。なんかだいぶ目がね、なんかこう、なんかねえ、泣いていたわよ。すごいやつ来ましたって言うけど、まあすごいやつなんだけどね、私は。そうねえ、すごいやつ来たって言われたわよ、私を見た瞬間。ねえ、すごいんだけど。そうよねえ、でもね、なんかね、配信してるとね、本当になんかね、うわ、キモとか気持ち悪とか、うわ、なんかうわとかっていう人もねいるのよ、皆さん。でもさ、そういう風にさ言うやつほど全然大した人間じゃなくて、皆さん、そう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 ね、もうそういう人間って終わってるのよね、もう人として。ね、そういう人っていうのはね、あの周りをもそういう風に傷つけるのよ、結局。だ、友達をも大事にできないわけ。だ、自分と同じような人としかこう共有できない器の小さい人間なのよ、わかる、皆さん。自分とは違うものをなんかそういう風に差別するっていうね、だ、そういう器の狭い人間だっていうようなことを言いたいわけ、わかる。どうも、そうそう、視野が狭いってことは結局器が狭いから他人をね思いやることは無理なのよ、まず。ねえ、まああれだね、あ、消えてるわ。あら、消えてるわ、皆さん、どっか行ったわ。あらららら、帰っちゃったのか。あら、やだ、帰っちゃったのね、新潟ボーイ。あらら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 、帰っちゃったのね、やだ、どっか行っちゃったわ、皆さん。いないわね。ねえ、悲しい、悲しいわ、皆さん。ねえ、始発で帰っちゃったのね、彼は。駅の方行っちゃったのかしら。ねえ、私はね、ほんと皆さん、今日こんな時間まで放送しちゃったわよ。しかも皆さん8時間よ、今日。あ、なんと、やりすぎたわね、今日は。やりすぎた、放送やりすぎたわね、本当に。ちょっとやりすぎた放送よ、今日は。そう、体調そうなのよ、皆さん。悪いのにさ、調子乗ってやっちゃった、皆さん、放送長く長く。そうよ、ご飯食べよう、ね、
飯食いましょう、飯ねえ。イベント最終日って何？何のイベント最終日？だってイベント最終日ってないわよ。うん、ねえ。そうそうそう。飯食いましょう、飯。ねえ。ご飯食いましょう。イベント出てるね、私は。月に2回しかあのほらやってないから、前半と後半でね。しかし喉カラカラなんだけど。っていうか私さ飲んでない4時間ぐらい。あ、4時間じゃないわ、2時間ぐらい飲んでない私で、じゃない2時間とかねえ。ぶっちゃけこの4時間で飲んだのってウーロン茶一杯よ。そうそうねえ、喉カラカラだもん。だって今私ねえ、そう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 、ね、飲まないといけないわね何か。うん、何この人だからすごい、本当すごいわね、人だかりがね、もう本当増えた、ホームレスねえ増えたわね。あらやだ、美味しそうな生け物、うん、美味しそうな生贄、これはやだやだ、あんあんそうそう、あんよあんそうそう、本当うん、でももういいや、もうね、もう始発だしもうね。あの子どこ行ったんだろう、あの人、あの男性いたじゃん、新潟ボーイよ。新潟ボーイ最後会いたかったわね、ねえ会いたかった新潟ボーイね。最後一人だけでもさ連絡先交換すればよかったね。ほんとどこ行ったのかな、ほんとあらダメよね、こんな中入っちゃいけないもんね。ここに来ないかな。いやタイプっていうかなんかさ、あの全ての私をこう受け止めてくれたっていう風なところがなんか良くない？なんかあの一人でこう私を受け止めるって結構さすごいと思うのよ私は。そう思わない？うんね、そこの部分でなんか私はいいやつだ、いいやつだなと思ったのよ、じゃない？うん、そうそう。あら、あら、さっきはご、あら、何あなた帰るの、はい、まあ帰るのね、はい、さっきはご質問でした、いいえ、またね、はい、名刺いる？名刺？うん。いいですか？私の名刺いる？ありがとうございます。名刺。そう。彼女？いえいえ、友達です。友達？何の友達なの？あの地元の友達です。あ、そう、はい。寂しかったの？いや、愚痴ってました。ムカつきすぎて。あ、友達にね。はい。あ、そう。あ、待って。名刺に。どうかちょっと名刺。ステッカーあげようかな。お、ステッカーくれるんですか？ステッカーだけな、ステッカーあげる、ステッカーでこう検索してるのよかったね。これ検索すればいいですか？ひどんなよ、はい、ありがとうございます、頂戴いたします。検索してね、ひどんなでね、ありがとうございます。はーい、じゃあね、ごちそうさまでした、またね、はい、どうも、まあやったー。ちょっとさ、これさ運命じゃない？これなんかこんな会う？何回も、あ、なんか彼と会えなかったわって言ってさ、なんかそのほらね、なんかこう終わっちゃったでしょ。そうよ、なんかほら、あ、会えなかったわねって言ってさ、はあって言ったらさ、なんか現れるって何よこれ、でしょ。
いや、こんなひょこひょこ現れないでしょ。なにちょっとねえ、しかも目の前にさ現れるなんて。いや、これ絶対縁があったのよ。え、縁があったのよ。じゃあでも名前検索すると出てくるじゃないね。え、名前検索すればさ出てくるでしょ。そう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 ね。そう、向こうがねタイプだったらまた検索してさ私をね探してさくれるかもしれないでしょ皆さん。そうそうそう、あの人なんか和製ちゃんみたいね、思わない？ねえ、わかる？あの黒い人なんか和製ちゃんみたい。うん、そうそう、うん、さあ行きましょうか皆さん。似てるよね和製ちゃん。え、和製ちゃん、和製ちゃんじゃない、和製ちゃんなの？違うね、違うだろ。ほんとねえ、いい山の酔っ払いは。ほんとねえ、いや違うでしょ。あー疲れたわ皆さん、もうほんと今日はほんともう疲れちゃった、もうヘトヘト、ほんともうヘトヘトよ、ヘトヘト、もう、もう疲れたわよ皆さん、マジでも今日は、ねえ、今日も失敗よ皆さん、もうほんと失敗しちゃったわよ。なんかいいことはしたけどね皆さん、もう失敗よ、失敗の巻よ、ほんとねえ。そうよ、だってあなたあれ成功なの今日のやつは、あれ純愛な感じ。あーまあね、純愛かな、ちょっとこうわかる、うん、新潟ボーイね、確かにね、なになになの音、頭がすごいですね。行くんですか、帰るのね。ゆうきさんが止まっちゃったの。どうもゆうきさんね、うん、そうそうそう、うん、本当よ、うん、ねえ、そうツルツルだからね本当、うん、ゆうきさんかなみたいな、うん、そうそうそうねえ、よくあれ、あれでも龍騎さんもな、あの剃ってるんだって T 字で。私聞いたの、龍騎さんそれどうしてるのって言ったら、バリカンかなんかでこうやってるんだって。そうそう、毎回毎回大変ね本当。そう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 、そうみたいよ。本日も後藤デパートへお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日も皆さんの笑顔と希望を胸にオープンいたします。ぜひご覧くださいませ。そうそうそう、うん、オープンしたね後藤デパートね、本当、オープンしました。そうそうねえ、雨でこう誰もいなかったわね、本当ろくでもない男ばっかりて、本当に、寝てる？もう寝かしとけよもう本当、もうどうでもいいやもうあんた。そうそうそう、うん、よし、羨ましいでしょねえ、うん、そうそう羨ましいでしょ、うん、いいでしょ、うん、光ってるでしょ、うん、女王でしょ。あ、危ない危ない危ない、落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃう、危ないな。どうも、目が合いましたね。どこ行くの、え、帰るの、お話しましょう。なんでよ、早く来
来てこっち早く。な今早かったね今ね。どう思った今のね。逃げたわね今のね。なんなのちょっとあの人いいわねあの人ね。可愛かったわね。あれゲイじゃない？ねえ、ゲイっぽい感じするわね。おっさん？いいのよおっさんで。帰ってくるあの人。どう？戻りそう？眺めてみるどう？どんな感じ？帰ってきた？どう？帰ってきた？帰ってきた？来ない？来ない？追いかける？ねえ、もういいやもう。疲れたもん。ねえ。疲れたもうね。そうそうそう。でしょ？疲れた疲れた。もういいの。ねえ。もう私なんて誰にも相手にされないってことが分かったからね。そう結局うん。でもさナイス多いわね今日深夜のくせにねえ。何ちょっと今日はねえナイス今日多いわね。深夜でさでしょ皆さん見て皆さんおすすめ規制のこのからくりをおすすめ規制見てこれ4時間で4時間でね見て800人いて3000人よ少ないと思わない皆さん普通だったらさ見てごらん他のやつをね100人200人でもさ1万人いるんだよ4時間で7,000-8,000とかいるんだよそうそう普通800,000だったらもう15,000-16,000ぐらいいるんだよ普通に総累計でねえおすすめ規制のこれ皆さん裏よねおすすめ規制の裏なのこれがそう規制されてるからこんな風なの規制されてなかったらもっと増えてるのよ皆さんこれ少ないでしょ皆さんないもんだって絶対こういうことねえそうなの皆さんなんで規制ってまあなんか私が悪いんじゃないきっとねえ悲しいあったかいお願いします。あとすいません。あの動画 OK ですか撮影しても私だけ。動画撮影しても OK ですか。あ大丈夫？いつもしてるからね。常連なのねえ何か来てんのよってやってるからねえなんであんたらうちを置いて行ったんや私は今でもあんたのことを思っているんやであんたそうそうそうねえ
あ、来たわ、来たわ。そうそうそう、なんで演歌なんだろうね。カレー、このカレー美味しいよ。美味しい美味しい。懐かしいカレーの味がするよね。この肉そばが美味しいのよ、皆さん。これが美味しいのよ。そうそう、これがね美味しいのよ。そうそうね。どうしたのこれ。おにぎりもここ美味しいのよね。そうなの、そうなのよ。この服可愛いでしょ。ねえ、誰もなんかみんなさ、声かかってくれないし。ねえ、可愛くメイクしたのにさ、ねえ、ほんと、ねえ、ほんと、くだらないわね。ねえ、あ、飛んじゃった。ねえ、ほんと、つまんない男たちばっかりで、ねえ、思わない？いただきます。ねえ、そうでしょ。ゼロワン何復活復活なの、フワちゃん。そうねえ、知らないよ、そんなに言われたって。ねえ、ねえ、誰でもいいかムラつくのよ、そうそうそうね、替え玉よ、悲しい、私多分ずっと一人ぼっちなんだわ。
可愛いですよ。どうもこの声可愛いですよ。どうもみんなボイスチェンジャーを使ってみたのよ。どうもこの声どう。どうもみんな、うん、夢に出てくるね。どうなの。ね、うんこですよ、うんこ。なんかお腹が張ってきたわ。ね、うん、そうそうそう、うんこ、うん、よかった、やっと出るわね、うんこが。やっと出るわ、うんこが。うん、今ね久しぶりにうんこが出るわ。うん、どうもこの声いいでしょ、この声。ビーガンこれどうすんの、治ったわ。なんだあんた、私を置いていってもったんや。あんたのこと思い出すたび始まったわ。そうそう、ないわこれ、鼻くそじゃない。美味しかったわね。あ、美味しかった。待って、髪を下ろすね。ね、髪を下ろしてください。あっちかな、あっち。あ、すいません、あ、ごめんなさい、すいません、ごちそうさまでした。ねえ、ショートになると好きなんだけどな。なんかショート受け悪いわね、なんかね、やっぱね。うん、そう
そうそう、ねえ、ダメね、このショートね。うん、受け悪いよね。待って、あの男性気がするわ。あーん、あーん、待ってて、あーん、あ、リュウキさんだわ。さっきも会いましたね。どうも。大変でしょ。何が？この時期いろいろ大変でしょ。どういうこと？お店。お店？どういうお店？お店じゃないの。私ですか？あ、でも、うん、全然違いますよ。うん、なんで？遊びですよ。どうして、あの、働いてるの？働いてる。何してるの？今日は公園掃除の仕事。公園の掃除ですか？今日？これから？今日も休み、土日休み。で今今日知ってる人がいて、同じ会社の仲間で帰る時間が間に合わなくて、一緒にそこで寝てさ、みんなで。寝たの？あ、路上で？青缶？疲れる。青缶したの？青缶したの？誰としたの？その人と。男性？あ、ゲイなの？違うの？あなたは。なんで青缶したの？それとか、間に合わなく帰る電車が間に合わなくて。え、で、青缶したの？え、どういうこと？青缶って。あ、そう、段ボール引いて寝たってこと。あー、それは青缶じゃないわよね。眠っただけでしょ。だーんと。びっくりした。ねえ。じゃあね、はい、どうも。何を言うだ、ね、びっくりした私、みたいな。じゃあ、ダンブルで弾いてなんか寝たんですって。ねえ、そう。でしょ、うん、青缶じゃないわよ。ただの添い寝でしょ、うん、ねえ。じゃあ青缶なわけないじゃない。うん、そう。頑張りなさい。ねえ、頑張りなさい。あ、でも今日土曜日か。土曜日だわ、皆さん。ねえ、いや、頑張りなさいとか土曜日だもんね、今日ね。お休みだわ、みんな今日ね。お休みだわ。ねえ、週末が始まったのよ、皆さん。ね、早いわね。もう土曜日だって。ねえ、ねえ、手をつないでいいわね。いいな。ねえ、おっさん二人でもああいうふうに手をつないでさ、幸せそうにやってるけど。ねえ。ねえ、あたし誰もいないわよ。びっくりしたわ、ほんと。あなた、お兄さん、びっくりした。そうねえ、女性男性。お兄さん、朝よ、起きた？あ、携帯電話が落ちてるわ。した。
携帯よ。ねえ。うん。大丈夫ね。朝だし。ねえ。お腹痛い。お腹痛い。本当生まれそうよ。ねえ。あの3日ぶりに皆さん来たわ。そうそう3日ぶりに来ました。陣痛がとうとう陣痛来ました。うん3日ぶりの出産が、ねえ明日ねローション相撲なのよ。あローション滑り台しようかな。パニちゃん来るからね明日ね。ローション滑り台でもねローション滑り台とかさそういうのね結構ねふわっちね規制来るのよ。規制っていうかなそんなの配信止まったりとかね結構うるさいのよねそういう系統ってふわっちってね。そうそうそううるさいのそういう系のやつって。まあ、サイト変えてもいいけどね。サイト YouTube ライブとかね。まあどこでも同じでしょ。ねもうそうそう YouTube ライブでもいいかもね。久しぶりにそうそうそう。ねあっちでもいいかもしれない。ねもうお誕生日ウィークリーも終わったし皆さんねえナイスもほぼ確定してるしね。もう全部そう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 ねえ全部やることはやったしね。6月はそうそうねあ終わります皆さんお疲れ様。着いた車はいお疲れ様。な多分明日 YouTube ライブやるかな。まあねまあどこ行っても同じでしょ。そうそうね。規制が緩いか厳しいかだよねその違いだっけ。はいおつひろ様